続いてディスタートセミファイナル。そこには万波選手が綺麗なショートフからパンプル白木が、さあ三度の二の大事大事だ、難しい三度のエグいゴールを取りました。角度がおかしい。三度波を捕まえると僕ホワイトは藤岡翔太、すごいね、コミコミしましたね。おっとボードロック。さあ、ギャップが混ざるな。ギャップを乗り越えてからのさあ、セットがレッドのホワイト、さあ、レッドの一歩か伸びる。おっとこの激金、さあ、残ったのはレッドの後ろから女性を打って勝ち込んでいきますか。さあ、飛び足の長いウォーターから、よし、残り10、5、4、3、2、1。セミファイナルですね、セミファイナル。さあ、ジャッジ受けるでしょうか。はい、ドッキングは松選手を4と方向に立ち上がったら下に見えません。さあドッキングワイトは内森選手すごいか、マジか、あのジャッジのペットでいよいよみたいな感じになってる。ドッキングレッドは中田選手、フロントフロント、さあホワイトと入れるのは大丈夫か、どうか、そうできたのドッキング入れました。さあしっかりと倒してきました。同時にジャッジ中瀬、フロントレッカー、ジャッジさんのネッキングネッカー、内丸選手、みんな荒れてるのは誰ともせずにフロント、フロント、レッシー普通ね、うん、さあ、ゴッキングのトップがあるぞ、おっと、得意の、ここで一発かまっちまいたい、ゴッキング、さあ、フロント決めた、5、4、3、2、1、最後決めたのはデッキングだ。さあいよいよ秋やで、その後に続くことはないやん、もう台無しや、ほんとよし、アクアスキンボードフェスティバル、アクアさんも、そうね、アバントのレールがねちょっと珍しいからね、ロイドアピールをね、はい、今のちょっと物理的かな、今の何本も決めてますけどね。さあフロント方向にどうだ、伸びて返してなんとか返ってきた、フロントサイド、さあセットが入ってきている、絶対イエロー、ホワイトも絶対いったのは絶対イエロー。さあちょっと崩れ気味だが、フロントで返してくる。さあ続いてホワイトのフロントサイド、伸びて伸びて、さあちょっと遅れたか、うわー、デッキングはいっぱい、イエロー選手難しいところだが、ギャップを越えて確実にレズ、ナイスターン。さあ遠い波、デッキングレズ、足元すくわれたか、ホワイト平川選手、木田修正からのフロントカウ、レッドとイエロー、さあレッドとイエロー、レッドとイエロー、どちらも決めきれない。さあウォーターの熱いところからしっかり伸ばしてフロントゴール、さあしっかりトップまで上手に使って返してくる、やっぱアバンテ効果ですかね今の返し。さあジェットサイドバックサイド、ギャップを越えてからバックサイドターン、見事にメイク。さあゼッケンレッドもフロント、水がおっと、ウォーターの、ウォーターの足を取られた。さあでイエロー行った、フロント割れる前のコースに体勢を崩しながらもなんとか耐えた、ゼッケンイエロー、内丸選手、さあフロント方向遠いけどしっかりメイク。中山さん、あんだけ酷使させて藤岡翔太選手、バックサイド、波が持つか、持つか、バックサイド、決めてきた、残したな、いやー、ホワ
いできた平川選手。さあこちらちょっとねじ込んできた。さあレッドイエロー、どちらも譲らない。さあ土壇場で返してきたのはフロントだ。藤岡翔太が飛び込んだ。ナイスターン。さあフロントにやっぱ行く。そこからあと6、5、4、3、2、1。おめでとうさまでした。最後イエロー、いやすごかった今の。3位は内森裕二さんです。さあ優勝はこっちや。